はい、トールです。日暮らしの泣く頃に GO の14話ですね、猫魂編の1を見ましたので、その感想を共有していきたいなというふうに思います。お断りとして、これは解説動画ではありません。旧作とのね、最高作2みたいな、そういうのでもありません。旧作をね、知らずにアニメ GO のみからね、見始めたっていう僕のまあ、個人的な感想と勝手な考察を述べるっていうものになりますので、先のね、楽しみが減ってしまうようなネタバレ、まあちょっと旧作視点でのヒントみたいなのとかですね、あとまだ書かれていない、アニメ GO からではまだ書かれていない設定や言葉に関してはご遠慮いただけたらなというふうに思いますね。はい。まあ、旧作要素を取り入れて話したいって方は YouTube の方にですね、まあ、概要欄読んでから、コメントしていただいたらというふうに思いますが、まあ、僕は反応できないものは、多いかなというふうに思います。で、まあ、同じようにアニメの GO からね、見始めてね、ネタバレ嫌やけど、まあ、感想とかね、考察共有したいよっていうね、まあ、新規アニメ勢としての視点で、まあ、考察していただく分にはね、全然問題ないかなというふうに思ってますので、まあ、そういった感じで安心して見れる、チャンネルをね、目指してますので、まあ、チャンネル登録などして一緒に楽しんでいただければいいなというふうに思っています。はい、ではね、やっていこうかなというふうに思いますが、いや、すごい回だったなと自分はね、思ってるんですけどね、どうなんでしょうね。じゃあもうやっていきましょう。まずですね、まあ、全体的なね、ストーリーとしては、たたり魂編のね、その終わりの部分が理科視点というかね、理科側の理科サイド、の物語がちょっとだけ書かれてから、まあ、猫魂編の内容というかね、新しい章に入ったというかね、そういう感じになって、まあ、その間にですね、まあ、羽生と理科のやり取りも書かれたっていうね、すごい構造だったんだなというふうに思います。はい。まあ、その旧作勢の方はね、こういう感じに来るかなって分かったのかもしれないんですけど、まあ、こういう風にね、来ると全然ね、新規勢として見てたんでね、思ってなかったんで、ね、びっくりしましたね。はい。で、まあ、感想としては、まあ、めちゃくちゃ面白かったなという風に、思いましたね。そしてなんかシナリオのね、構成がね、美しいんですよ。なんというか、まあ、普通にこうね、まあ、見てるものをね、見てそのままね、面白いって見てる人も楽しかったと思うんですけど、まあ、考察しながらね、アニメのね、GO から入って考察してる人として見てもですね、この出し方はすごく面白くて、で、話自体もすごくよくできてる話やったんですよね。これがなんかすごくね、自分は嬉しかったですね。はい。まあ、ちょっとだけ、話をねしていきますとですね、まずですね、この回が何がすごかったというか、このショーの始まりが何がすごかったかっていうと、このアニメ日暮らしの泣く頃に GO っていうものと日暮らしシリーズっていうものの、方でですね、僕はそのシリーズ他の 旧作は知らないんでわからないんですけど、これをちょっとまあ作品としてね、見た時にですね、ちょうどこう僕は前回動画でですね、1話から13話まで見返してですね、その時点で思うことみたいなのね、話したんですけど、まあ、作品としてっていうことでですね、こんな感じのことをね、言ったんですね。はい。まあ、なんていうかこうね、まあ、この5つね、気になる部分だよっていうところで、まあ、ここが早めにね、埋めてほしいというか、解決してほしいというか、このままずっと行くと若干モヤモヤするな、的なね、そういう感じで言ったわけですよね。はい。謎の回収率の低さっていうか、謎はいっぱい出てきたんやけど、13話まででね、ほぼわからずに、しかもそれが何があったのかがね、わからないまま終わりそうな感じがしていたのが不安やったよっていうことで、まあ、コメントとかでもなんか、今はね、そういうパートじゃなくて、ってね、分からない部分が明かされるパートまではね、こんな感じで謎が出ていくよみたいなことね、言われてはいたんですけどね、それは多分旧作のね、勢の視点というかですね、自分的にはそのなんていうか、解決パートというかね、謎パートと解決パートの構造みたいなのによく分かってなくてですね、それもそれでこう、旧作勢に対するミスリードの名の可能性もね、あるかなと思ってたんで、まあ、フラットに見ていたんやとすると、またね、新しく猫魂編が始まって、同じように謎が提示されていくだけになるんだとするとですね、ちょっと頭が混乱して、しまうなっていうところと、回収率の悪さが気になるなっていうふうに思っていたわけですよね。はい。まあ、新規勢としてね、フラットに見ていたんで、まあ、今回の回もすごい意外やったんですけど、それが、どれぐらい意外やったことなのかはちょっとね、旧作含めた視点では自分はわからないっていうスタンスでしたね。はい。あとですね、まあ、無限にこのループが起こるんやとするとですね、物語的な盛り上がりって作るのが難しいのかもしれないなっていうふうに思ったんですよね。言ったらこう、リカさんはいつも、まあ、毎回なんというかある程度こうね、まあ、精神的にはですね、なんというか安定してるというか、毎回集会ね、頑張ってやってるっていう感じだったんでね、
なんていうか、解決パートに話が向かったとしても、ストーリー上の起伏がないんですよね。あ、今回ダメやったか。じゃあ次、はここを解決すればいいんだねってね、そういうだけの問題に、ね、なってくるので、謎が解けていくっていう面白さはあるんですけど、スリリングさというかね、ここで絶対決めないとっていうね、そういう意識をどういう風にその物語の盛り上がりを持ってくるのか気になるなってね、そんな感じのことをね、思っていたんですけどね、つまりまあなんていうかね、その死んでもやり直せるんやったら、それってね、死ぬことにデメリットがないんやったら、それは別になんか視聴者的にはどこで盛り上がっていいのかわからない部分が若干あるよねっていうね、そういう、視点を言ったんですよね。それからですね、まあ旧作ファンと新作ファンのですね、まあ要するに最終回を、まあ全く同じ気持ちとは言わないんですけど、同じぐらいの気持ちでこう迎えるためにはですね、ある程度こうね、謎の溝の埋め、方が必要かなと思ってるので、まあ旧作勢だけが知っていて、まあ新規勢が知らない部分の、まあ、内容に関してはね、切り離しておく部分と、まあ、お互いが分かっておかなあかん部分というところをね、埋めていけた方がいいんやろうなと思って、いたんで、どうやって溝を埋めていくのかなというふうには、思っていたんですけど、まあ、例えばこう、カットされたエピソードとか、全然こうね、裏の話とか、旧作見たら、拾える、ね、隠し要素的なのは全然ね、埋めてもらわなくていいんですけど、大筋に関わるところはね、埋めてほしいなと思っていた部分が、あったんですよね。まあ、言ったらこう、理科は何のために、やっているのかとかですね、まあ、その、ちょくちょく出てきているなんかこうたたりにまつわることとか、そういったところに関してはどういうスタンスでやってるのかっていうのは見えた方がいいかなっていうふうに思っていたんですよね。そんなわけでね、理科側のね視点がこう書かれて、その辺が明らかになるといいなみたいなね、そういうのがこうね、次の章のね中でなんとかこう書かれてほしいなって、でもあんまり期待はできないかもしれないなみたいなことを言ってたんですけどね、まさかですね、これね、わかりますか、この5つね、今回の章の1話でほぼ回収されてるんですよね、これね。なんでね、自分的にはね、非常にね、嬉しかったんですけど、まあ、後でなんか、軽く触れていこうかな、というふうには、思っているんですけどね。つまりですね、なんというか、新規勢として入った立場としてもですね、ちゃんと返してもらえてるわけですよね、期待したものをですね。だから自分はなんか新規勢視点のみで考察やってきてめっちゃ良かったなと思って、なんかアニメ GO、なんかアニメからね、GO から入る人にも全然進めれる出来で素晴らしいじゃないかとね、自分はちょっとね、思ったんですけどね。どうなんでしょうね。はい。まあこれ、まあ前回動画ね、上げてる内容やったんでね、まあ繰り返しにはなっちゃうんですけど、そんな感じのことを思いましたね。素晴らしいですね。はい。あとまあその話自体の流れもねすごく良かったんですよね。まあ羽生がねどんな気持ちで理科にね、その理科を究極完全体にしたのかっていうところと、なぜそのね武器のことを教えたのかね、繰り返すものを殺せるアイテムのことをなぜ教えたのかってね、そこがまあ羽生の気持ちがですね、どういうものやったのか、理科は最初ね、別の意味にとってね、うん、あ自殺するための方法を教えてくれたんだなっていうふうに、思ったんですけど、まあそれは前に進むための支えとしてね、捉えたらいいんやってね、なぜならこうもう羽生はいないし、私はもう、まあ、ひなじゃなくて、まあ、座っていかなあかん存在というかね、一人前としてですね、前に進んでいくんだってね、そういうことになっていましたので、そこは、理科がこう捉えるまでのね、流れがね、めっちゃ綺麗やったんですよね。なんか、情報量すごくて考察した方がいいこともいっぱいあったんですけど、でも、その、すごく数が少ないんですよね。理科と羽生なんて本当に数えるほどしかやりとりしてないのに、まあ、言って新規から入った勢としてはね、羽生なんてほとんど出てきてないんですよ。数分しか見てない存在なのに、すごくこのあたりのね、流れがよく分かったのと、まあ、理科の思ってるところがですね、すごく追うことができたっていうのはね、あ、これは綺麗で良かったなっていうふうに、思いましたね。はい。あと特に自分が好きやったのは、あと5回っていうのを理科が自分で決めるところですよね。ここも、なんか、戻れる回数があと5回だからっていう風に、なんていうかこう、何かの力とかね、リソースを使って、エネルギーを使って、やっていくんじゃなくて、基本的に、その肉体的には無限に、蘇ってしまうってね、そしてそれがこそが絶望だから、精神はどん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 すり減っていく。だから、
羽生はですね、ここでリカを究極完全体にすることをね、決めたってね、そういうわけだと、いうふうに思って、そしてその上でリカが羽生の気持ちを読み取って5回って決めた流れはね、いや、すごく綺麗だなと思いましたね。何かこう、ね、残りのね、回数があと5期しか残ってない的なね、そういう、その、押し付けられた場面のものじゃなくて、リカが自分で選んだってね、ここをすごくかっこよかったなと思いましたね。はい、皆さんどうでしょうね。はい、あとですね、まあその言ってそれに気づかなかったリカはこのまま死ぬつもりだったんで、予定では死ぬ予定だったんですよね。普通にね、このまま、スッと死ぬっていう、そういう流れだったというふうに思うんですよね。でもまあその羽生のね、思いとしてですね、まあ初め受け取っていたものとしては自殺するための力をですね、教えてもらってですね、まあ自分がね、死ぬために教えてくれたんやってことで、もうこのリカはもう今から死にに行く気満々やったわけですね、ひっそりとね。そこをまあ言ったらみんなの行動が、止める流れになったっていうね、そういうところですよね。これもこうなぜそれが起きたのかっていうと、まあミヨンが、そのね、集合って言って提案して、で里子が行きましょうって言って引っ張っていってくれてですね、かくれんぼが終わってからでもね、いやこれは探さなあかんってね、圭一がね言ってくれたっていうね、こういうね、そのそれぞれ3人のそのやりとりがですね、綺麗につながっていて、どちらかというとリカがみんなをこうフォローするためのね、構造やったことが、まあね、部活でみんなでやっていたりやとか、里子と一緒に住んでたりやとかですね、圭一の人型らやとかね、そういったところは今度はこうリカを守る側に転がった感じをね、自分的にはすごくね、綺麗だなというふうに、思ったんですけどね、どうなんでしょうね。まあまあ、レナさんのこと、まあレナはレナでね、まあこう、なんかあったじゃないですか、きっとね。そんな感じのことを、思ったりはするんですけども、まあケイチのやっぱりこう、リカちゃんを探してほしいんじゃないか、みたいなことに対してね、いや、きっとそうだよって、ちゃんとこう、乗ってくれていたところは、大事な部分かなというふうには思いました。とはいえ、まあこれはね、おまけ的な要素ではあるんですけど、こういうその細部のですね、キャラクターたちの動きとかをですね、ちゃんと書いてくれているんでね、安心感がありますよね。ご都合主義感とかそういうのがないんですよね。で、14話中のね、まあ、起承転結としても、理科側サイドのね、話に変わったっていうところで、理科が見ていた世界をですね、我々に見せていたっていうところで、まあ、その、今回の、起承転結をね、綺麗にね、入っていたわけですよね。理科はこういう結末を迎えていたんだ、死を迎えていたんだっていうところに、羽生からのね、提案があってですね、そして理科はね、死のうと思っていたところにですね、羽生の真意に気づいてですね、あと5回、頑張ろうってね、決めれるっていうね、そういうこうストーリーとしてのね、起承転結もね、すごく綺麗なんですよね。でこの光がこのね、差していて、格子が4つあるからね、光が5本差していて、まあ光が、まあ希望の光が5本見えていた感じですよね。だからまああと5回だけ頑張ってみようってね、決める感じもね、すごく良かったですね。手をかざして、まあ指も5本やったりするんで、まあ他にも意味はあるのかもしれないんですけど、演出として、なかなか良かったなというふうに、思いました。はい。で、まあ、総合的に見て、やっぱりこう、シナリオのうまさもあるんですけどね、羽生とリカにね、感情移入結構できるんですよね。今までこう、リカさんポンコツ感あるよねっていうね、そんな失礼なことを言っていた人もね、どっかにいたのかもしれませんけどね。まあ、万が一いたのかもしれませんけど、今回のね、やっぱり、話の中でね、最初にこう、リカがものすごいえげつない感じでですね、友達がバンバンって殺されて、最後に頭がバーンってなって、苦しんでいる様子がね、伝わってくるわけですよ。頭を殴られてですね、転がっていたリカがね、ありましたから、こういうすごくきつい状態からね、入って、で蘇る前のね、羽生の場面にいた時もね、頭を抱えていたわけですよ。だからリカがこれまでもね、苦しんでいた部分とですね、でこれからはこの苦しみさらに加えて、まあ殺された時の記憶も引き継がなきゃいけないっていうね、多分これまともに100年続けていたら確実にもう精神がね崩壊していたと思うんで、これはリカを守るためのね、記憶が消えていた部分もあるのかなって若干思ったりはしないんですけど、これではやっぱりこう救えないってね、この負の連鎖からは出られずにどん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 疲弊していくだけやってことに、気づいたね、羽生がですね、まあ
ね、自分の力を最後に使って、まあ、リカを、ね、元の状態に戻したのか、完全な状態に戻したのか、ちょっとね、わからないんですけど、してくれたっていうところで、そしてこう、羽生のね、言い方とか振る舞いとかね、あと、一緒にこのね、まあ、なんていうかこう、この空間から出られないからって言っててね、またあんたと、なんでしたっけ、なんかこう、飲み物を飲む的な、杯を交わす的な、そういう言い方をねしてたんですけど、まあこの二人のね、やりとりからですね、まあこれまでは何かこう、あっち側の世界でね、やりとりができた、食事ができていたみたいなね、そんな感じのことを言っていたりしたんで、少なくともなんかこう、リカと羽生はなんか一緒にいたというか、ね、いう感じなのかなっていうふうに思いました。まあこれもね、後でね、ちょっと話そうかなとは思うんですけど、そんなわけでまあ羽生との会話でね、の中でね、リカの苦悩をね、まあ羽生が一緒にこう分かち合っていたことはね、ちゃんと分かるんですよ。で、リカが普段使っている口調とかからも羽生を感じるので、自分的にはもうなんかこう、羽生はずっとリカと一緒にいたんだなっていうところが、分かったんでね、羽生にもリカにもすごく感情移入できる構造になってたんですよね。うん、なんかえげつない殺され方の描写があって、あれは単にこうスプラッタのね、衝撃映像のシーンだったわけじゃなくて、リカの苦しみとそのこれからの困難に対する、かなり精神的なきつさっていうところと、今まで疲弊していたことがね、すごくわかる様子っていうところが全部つながっているんでね、すごく入りやすかったですね。そんなわけですね、まあリカの印象がね変わりましたね。なんかリカのなんていうかね、まあ言ったらこうね、ちょっと頼りないというかね、勘を外しまくってるね、ビュー様子からですね、全然違いました。なんかこう見ていて、感情をめっちゃ重ねやすいんですよね、今回のリカに対して。起きて焦ってる様子とかですね、もうなんかこう、どうしようもなくなってる状態とか、それでも、サトコに対してはね、気を使ってる様子やとか、でもあと5回だけ頑張ってみようっていう感じで、なんかすっごいリカちゃんを応援したくなるってね、そういう構造、うまい構造になってるなっていうふうに思いましたね。はい。でこの時点ポイントでこうリカ視点に切り替わるわけですから、上手だなっていうふうに思って、でまあ5年後の会話っていうことでね、聞いている分にはですね、まあひなみざわからね解き放たれて、まあひなじゃない的なね、言葉がかかってるんだと思うんですけど、解き放たれて自由に暮らしてるってことなんでね、いやぜひ、なんとかしてこう呪いから解かれてね、自由にね暮らしてほしいなっていうふうに思いましたね。なんか遠くにね、そう、まあ、例えばこう九州とかの方にね、引っ越してですね、まあ堤防部とかに入ってね、釣りとかをね楽しんでほしいなとね、そんな感じのですね穏やかな人生を送ってほしいという、気持ちですごくねリカをね応援したくなりましたね。はい。で他にもなんていうか、やっぱりこう細々としたところちゃんと書いてくれてるわけなんですよね、これね。言ったらこう、ただり魂への最後もそうなんですけど、それぞれめちゃくちゃちゃんとこう、役割をこなしてるんですよね。なんか異常な状態があったことに、レナがやっぱり真っ先に気づいてるわけですね。真っ先に気づくレナであったりやとか、おかしい状態の大石に対してもですね、友好的というか、まあ言葉で歩み寄ろうとね、していけるミオンですよね。このあたりのミオンの人柄ですよね。そしてまあミオンが危なくなった時にですね、真っ先に動けるシオンさんですよね。この三人の役割すごく自分良かったですよね。これね、この対処の仕方ね、これが正しいのかわからないですけど、結果的にこう銃に対してはですね、一時的にこうまあリカを救うというかね、助け出すためのね段取りが取れるようになったわけなんでね。いやこれどうなんですか。銃口に対してこんな掴みかかるって普通の精神でできるもんなんですかね。このあたりもね、なんかそれぞれのねちゃんとした良さが生かされつつも、サトコのね、不審な感じはちゃんと残ってるってね、やっぱここは今後ちゃんと掘り下げなきゃ謎として残す分なんでしょうね。ただまあこの映像に関してもですね、なんていうかね、その前回の最後でね、まあ血しぶきみたいなのを被ったサトコに比べるとだいぶ血の量が少ないんで、こっちはやはりこう圭一の見ていた別の世界の記憶やった可能性はあるのかなっていうふうにはちょっとね思いましたけど、この辺もねちゃんと残してる感じがね、いいですよね。はい。そんなわけで、まあ自分はまあもうねこの作品に対する圧倒的な信頼感っていうのをね感じているというね、そういう回でした。はい。皆さんのね、感想とかも教えていただければというふうに思います。
それでは、まあ、部分的に自分がね、考察しようかなと思ったところを、言っていきます。まあ、言ってこれは、まあ、旧作知ってる方的には全然こう、分かってることなのかなというふうに思いますが、まあまあ、その辺はちょっとね、温かく見守っといていただいたらというふうに思いますね。どうせ分かってくることなんやろうなというふうには、思いますので、よろしくお願いします。まあ、さっきも言ったようにですね、まあ、羽生に関しては、その、やっぱり理科の内側に存在している的なね、そういうニュアンスを感じました。まあ、この空間から今は出られないとかですね、まあ、あ、これですね、一緒にグラスを傾けたかったでしたっけ、そんな感じの、ことを言いましたね。それから、まあ、赤いジュースよりもみたいな、シュークリームが良かったって、赤いジュース？何赤いジュースってね、シュークリームは、あと消える時にシュークリームを食べてあげてほしいのです、みたいな。言っていたんで、詳しい設定とかやり取りはわからないんですけど、少なくともなんかこう羽生は、理科の内側にいてですね、これまでも理科と共にあってですね、これからもまあある意味理科と共にある存在なのかなっていう風にねちょっと思えたので、でだからこそ、なんていうかこう今のほとんど出てきてない羽生に感情移入できたわけですからね、そんな感じのことで、受け取りました。はい、そしてですね、まあ懸念していたようにですね、まあ理科はやっぱり記憶の一部が消えているっていうところもはっきりしましたね。はい、まあ今までの、理科の目論みが外れきっていたのもそういうことなのかなっていうふうに思いました。そしてこれは異常事態なんだなってね、そういう部分ですね。うん、あとまあ100年繰り返しっていうことがどういうことかもねある程度説明されましたね。はい、まあずっとこのまあ6月をね繰り返していたんでしょうね。100年がどういう単位なのかわからないんですけど、まあその繰り返していた日数って言ったら、まあ12日頃に出てきて22日頃にだいたい死んでるんやとすると10日というふうに計算するんやとすると、まあ3000回ぐらいは惨劇に遭っていたっていう、そういうことなのかなってね、そんな感じのことを思いますね。はい、ものすごい、数惨劇になってるね。そしてまあこれはさすがに多分死ぬ直前の記憶とかその因果関係とか覚えていたら精神が持たなかったよなってね、そういう部分がありましたね。はい、だからまあケイチの存在が奇跡に見えたのはね、そういうことやったのかなというふうに、思いました。あとまあリカが結局死ぬことによってその力が発動するっていうタイプっていうことだったので、なんというかその何らかの条件で多分ひなみざわからの脱出みたいなのも無理やったんでしょうねきっとね。だからまあ解き放たれてひなみざわと違うところに5年後住んでるっていう流れになったのかなと思ったんで、まあ脱出も不可やったのかなってね自分はちょっとね思いましたね。ただの印象ですけどね。はい、あとまあ興味深かったのはこれですよね。それぞれの、世界認識なんですけど、どうでしょうね。はい、まあ鬼騙し編における話とかもね、言っていました。圭一と、圭一がね疑心暗鬼に囚われる世界やったんですね、あれはやっぱりね。まあつまりその理科の目論みではやっぱりその圭一がレナを信じていればこんなことにはならなかったっていうね、そういう部分だったのかなというふうには、思いましたけど、これもねちょっとねやっぱり不思議なイレギュラーが発生してるんだなというふうに、思いましたね。はい、でまあたたり騙し編に関してはやっぱり万事うまくいってるはずなのに、なぜか惨劇が起きた、なぜ大石がってなっていたんですけど、大石さんの状態はなんか病気っぽいね感じに、なっていましたので、あのあたりのねなんていうかこう掘り下げはそのうちあるのかなというふうには思います。まあでもねまあまあポイントはね綿騙し編ですよね。はい、綿騙し編はまあ要するにこう問題の元凶となってしまう、そんなわけね、なまあ元凶となる人形をですね、圭一に渡させることによってですねケアできたようにね、思っていたっていうところだったんで、やっぱりこうそのシオンが暴走する世界であることの流れは、つまりリカがね、ここの時点で察していたっていうことなんですよね。つまり、まあ、この時点でそれを判断できる材料があったということに、なりますね。はい。まあ、そんなわけでですね、まあ、解決したって言っていたんですけど、まあ、ここでね、気をつけるべきはですね、なんてリカが表現していたかっていうね、そういうことなんですけど、つまりこれ、シオンが暴走する世界ってね、言っていたんですよね。はい、そう。これが、シオンが暴走する、世界なわけですよ。まあ、僕の動画をですね、ちょっと前から追ってきてくださってる方は、これから僕が何を言うのか大体わかると思うんですけど、つまりですね、こっちがシオンが暴走した、世界でですね、警察にですね、脅迫を仕掛け、市のね職員さんを脅し、
で、まあ、他校をね、他校に侵入してね、ふんぞり返ってね、圭一の頭を勝ち歩き満々だったシオンは、まあ、ある男の言葉を借りて言うなら、まあ、この状態のシオンさんっていうのは、まあ、理科にとっては、まあね、昼時のコーヒーブレイクと何ら変わらない平穏な、状態だったとね、そういうことですね。狂気が平常運転してるのも、素晴らしいなというふうにね、自分はね、思いましたね。どうなんでしょうね。ちなみに、こう、皆さんからね、いただいたね、シオンさんに対するコメントをね、まとめてみたんですけど、どうでしょうかね。はい。まあ、なんかネタバレっぽくなれそうな感じのコメントだけは抜いたのと、まあ、どこにでもあるコメントは抜いてみたんですけどね、一応こうね、集めてみました。まあ、ツイッターとかピクシブにも投げたんですけどね、やっぱり人気者シオンさんですね。はい、まあ、ちょっとね、話がね、いらん方向に脱線したんで、ちょっとね、次行こうかなというふうに思います。はい、まず、これですね、それを考えるとですね、まあ、なんていうかこう、なんでリカちゃんは、こう、その例えば、レナ疑心暗鬼ルートとか、そのシオン暴走ルートとか、そのルートね、なんでリカは2つ以上の世界の成功パターンと失敗パターンを知ってるのっていう疑問が普通に出てくると思うんですよね。まあ、新規でやったら出てくると思うんですけど、つまり、なんていうかこう、その、成功パターンを知ってるんやったら、その成功パターンで行っとったら、よかったんやから、なんか他のルートの成功パターンと失敗パターン知ってんのおかしいやんっていうね、そういう話になってくるんですけど、まあ、これは、その、メタ的な視点で見て、それこそ旧作が何個もあんのなんでやろうっていうようなことにも なるんですけど、まあ、この新規アニメから見たとしてですね、まあ、普通に、まあ、なんていうかこう、どういう因果関係でなんで知ってるんやろうって思ったらですね、わかんないですよ。これは当たってるかは知らないですよ。知らないですけど、つまり、その、リカさんが超えるべき壁っていうのが、まあ、二つ以上あったのかなってね、そんな感じのことを自分はね、思いましたね。うん。つまり、一つは、乱数から発生する個々人の、まあ、事情に関する地雷とか爆弾とかいうものですよね。まあ、レナのタブーに触れてしまうやとかですね。まあ、病気の有無に関してもそうなのかもしれないし、まあ、その雑菌に深く関わって、しっちゃかめっちゃかにしてしまうとかいうのもあると思うんですけど、ランダム要素から発生する部分ですね。で、この部分と、決定すでに、ほっといたら必ず発生する的な、困難。まあ言ったらこう黒幕的な存在がもしね前回いたんやとすると、まあ誰がフルでリカを殺すのかをここにかかっていたんやと思うんで、そういう意味でそういう存在がいたんやとすると、こっちに関してはですね、なんかこう理科的には認識できていなくて死んでしまった流れがあったのかなというふうに思いましたね。つまり、例えばこう、レナが、ケイチがレナに疑心暗鬼パターンに関しても、失敗パターンと成功パターンがあって、成功パターンはあったんやけど、結局もう一つの、もう二つ、二段階目の壁でいつもつまずいて殺されてしまってたのかなというふうにちょっとね、思いましたね。で、たたり騙し編においてはおそらく、二つとも両方ともクリアできたのかなってね、そんな感じですね。あ、これ例として言ってるだけなんですけど、そんな感じのことをね、思いましたね。だからまあ、自分的に現時点では、その、乱数から発生する個々人の事情的な問題に関しては、基本的に、圭一とか、それ以外の人に対してのね、動きでケアしていっててですね、で、黒幕的な存在、もしくは、なんか黒幕に関わってくる確定事項、に関しては、なんか理科がおそらく分かっているから大丈夫っていう意味で、対処できていたというか、対処してるつもりやったのかなというふうに自分は思いましたね。現時点でそれを誰かっていう風に挙げろって言われたら、まあ、富武さん周りかなというふうに思ったりはしましたね。鬼騙しで富武を撫でていたりやとか、今回もその祭りの途中に、富武どこ行ったのって、ね、聞いていましたからね。この感じが、まあ、多分富武が直接関係してくるのかはわからないんですけど、富武周りにそこをね、自分はちょっと感じて、この2段階をクリアすればいけるって理科は思ってたんやけど、まだ、他の3段階目があったっていうね、そういう部分なのかなっていうふうに、自分は取りました。そんなわけで、なんか、新作見てる分には、旧作勢のね、意識はわからないし、どう見えてるのかはわからないんですけど、新作勢としては、旧作勢があることを受け入れたとしても、辻褄合うし、別に新規勢として、見る分にも問題ないっていう状態になってるんで、すごく上手な構造になってるんじゃねってね、思いましたね。はい。
あとまあ5年後のまあリカはですね、5年後のリカを殺した存在に関しては分かってないみたいですね。だから殺されたのか犯人がいるのか、なんか別の原因なのかもちょっと分からないっていうところなんで、やっぱね、これがその3段階目に関わってくる要素なのかなっていうふうに、思ったりはしましたね。はい、ここはやっぱりね、分からない部分ではあるんですよね。あとまあ5年後のリカはやっぱり精神的にもう擦り切れ状態にはなってるっていうところなんで、まあその5年後日の網沢はどうなってたんかなっていうところは気になる要素では、ありましたね。で、まあ結果的にはね、完全体という絶望ですよ。これですよね。いや、この絶望すごくよくわかるというか、わかりやすかったですね。なんかやっぱそのクリアしたとしても、頑張ってクリアしたんやけど、クリアしたとしてもまたどっかでいきなり戻されるかもしれない、引きずり戻されるかわからない恐怖ってね、すごいことだと、思うんですよね。精神的な負荷がめちゃくちゃ大きいっていうことだと思いますね。まあ他にこう完全体だった時代があったのかもしれないんですけどね、そんなわけで、まあ、記憶も引き継げるっていうところでですね、万全で問題を解決するには万全の状態やけど、精神的な負荷がものすごい状態っていうところで、死んでも解放されない呪いってね、そういう恐怖でしたよね。でそこからまあ解決、まあ、解放できるっていうところで、リカは、まあ、今回はね、死を選ぼうとしたってね、そういうことだと、思いますからね。この辺りの、ね、演出もね、良かったですよね。なんかこう笑顔なんだけど、痛々しい感じというかね。で走っていてみんなが喋ってる部分とかもね、いろいろ感じるものが、ありましたね。でまあやっぱりここでね、ケイチがね救ってくれるという、ケイチの言葉から始まるところもね、さすがケイちゃんってねなりましたね。あとも今回なんかこうなんていうんですか、こう筋が入って顔が何個かこう映るこの画面、こういうのなんていうんですかよくわかんないですけど、これが何回か入っていたんですけどね、この演出のね、意味するところとかがあるんやったら教えていただけると、嬉しいかなというふうに思いました。でまあ結局的に、結果的にはですね、羽生の思いをですね、かなりこう、もしかしたら別にね他の意図があった可能性はあるんですけど、ちゃんと受け取った、理科が前に進むことを決めたっていうところですね。あと5回だけは頑張るってね、そういうとこですね。もうくじけるギリギリではあったんですけどね、この流れもね良かったですね。もう今後目が離せないって、そういう感じです。あんまり話してないんですけどね、結構時間経っちゃいましたね。はい、あとじゃあまあ軽くだけね、考察だけちょっとね、4つぐらいかな、言おうと思いますね。1つです。シオンの所在を確認したのはなんでだろうっていうとこですね。まあ大したことではないんですけど、まあリカが言ったらこう、シオン C はいないんですかって聞いたんですけどね、多分そのシオンの存在自体が認識されていなかった渡田編が異常やったのは分かるんですけど、これでほぼ決定やと思うんですけど、やっぱりこれでここでシオンを確認したのっていうのは、こうシオンがいるのが普通なだった世界っていうことではなくて、おそらく6月12日に鉄兵関係でシオン動いてるんじゃないってね、自分は前から言っていたんですけど、これは若干ねちょっとね思いましたね。はい、鬼魂編においての12日、これはまあ里子が鉄兵と会わないようにリカは里子を連れ出したんちゃうかなと思ったんですね、鬼魂編で、連れ出したところにですね、圭一たちが一緒にいたからそこに合流したっていうね、そういう流れなのかなってね、思いますし、渡魂編においてですね、ミヨンが12日、突然ですね、ものすごい突然用事が入ったからって言って、行ってしまったっていう部分は、おそらく鉄兵関係でシオンが動いていて、そのためにあのファミレスのバイトに入らなきゃいけなかったんじゃないかね、そして次の日も引き続き、ミヨンがあのファミレスのバイトに、入っていたっていうところなんで、やっぱシオンが鉄兵関係で動いているのが6月12日の認識なんじゃないかなと。で、6月12日、たたり魂編においてはシオンが、まあ、里子の近くにいたんですよ結局ね、でもまあ多分その見失ったか、鉄平の動きがちょっとね変わってしまって、鉄平と里子が合流してしまったっていう流れなのかなっていうのを勝手に、邪推したりはしましたね。はい、あとですね、なんていうかこうね、理科が戻る日数って乱数なのかなっていうふうには自分思いました。今回6月12日に、まあ、
戻ってきたっていうねところなんですけど、その6月10日から書かれましたよね、鬼魂編は。でたたり魂編はもうちょっと前から、9日やったかな、から書かれていたかなというふうに思って、なんとなくこう戻る時間は固定なんじゃなくてランダムなのかなっていうふうには思いましたね。まあ6月12日固定で、それより前の時間軸はそれぞれの世界のリカがリカとして振る舞ってるのかなっていうふうに見れなくはないんですけど、まあ行動を追っていくとランダム感が、あるかなっていうふうに思って、そう見ると、6月12日、つまり鬼魂編でカレンダーを見ていたリカは、あ、今回は私は6月10、あの、あ、6月10日か、6月10日でカレンダーを見ていたリカは、鬼魂編においては6月10日から戻っていた理科だったのかなってね、そんな感じのことをね、思いましたね。はい、6月10日に、まあ、カレンダーを見ていたっていうのはですね、別にこの富田豆腐店のことを考えていたわけでは、なかったっていうことでね、まあ富田くんとの三角関係を心配していた方もねいらっしゃったのかもしれませんけどね、知らないですけどね、そこは安心していいのかなってね自分はね思いましたが、どうなんでしょうか。はい、あとまあちょっとね気をつけておくのは、鍵を持っているしミオンですよね。はい、これはその何をしていたのかっていうと、まあ学校の中の使用禁止になっている、トイレを、鍵で開けていたっていうね、そういう描写なんですけど、これは綿玉支援において便装で、理科が死んでいたっていうところの、鍵が閉まっていたというか、まあ開かなくなっていた便装とは違う便装なんですよね、これね。そんなわけで、綿玉支援において、この鍵になっていた、つまり圭一が開けようとしていたところが開かなくなっていた便装は、これとは違う鍵に、なっていた便装が多分2つあるのかなというふうに、思いますので、これとの関係性を示すものではないのかなというふうに思って、まあ、いろんな解釈はできるんですけど、逆に言うならあの便装が開かなくなっていることって結構みんなすぐ気づいちゃうと思うんですよね、そんなことをしたら。で、だとするなら、もしミオンがリカを殺して隠したかったのとすると、鍵を持ってるんだから立ち、まあ使用禁止の方の、あそこの便装のところにですね入れておくとですね、もっと時間を稼ぐことができたわけですよね。そういうわけでですね、なんていうかこう鍵を閉めたっていうねのはミオンじゃないっていうふうにも取れますし取れますし、まあ逆にそこに、隠したっていう風に、取れないんやとすると、まあ、別の場所に、隠してですね、その後に移動させたとかね、そういう流れがあったのかもしれません。つまり、あの時点ではあっちの、ケイチが開けようとしてた便装の中にあったんやけど、でも結局その日のうちにリカがその見つかったみたいなことをね、情報入ってこなかったわけですよね。逆に言うとミオンだったらその後にですね横の便装に、移動させることが、できたっていうね、そういうことになってくるかなというふうに、思いました。で、そうやって考えると、まあ、リカは無残な姿で殺されているのがね、発見されましたとなったんですけど、別に便装の中に突っ込まれていたというわけではないのかもしれんなというふうに思うんですけど、どうなんでしょうね、よくわかんないですけど、そのわけで、まあ、解釈はいろいろできるのかなというふうに思いましたけど、まあこれとこれは別のものだよっていうところは押さえといていいのかなというね、そんな感じですね。はい。結構喋ってますね。今回喋ることあんまないと思ったんですけど、あと大石の行動ですよね。まあ大石が何をしていたのかっていうところでは、あるんですけど、これ北条家を見ていたっていうね、そういう感じでなんかこうな見えがちではあるんですけど、これ前回のですね1話から13話で見た時に、まあ検証し直した動画を出した時に触れたんですけど、大石がたたり魂編、まあ、11話ぐらいかなの時にですね、やってきた時のどこからか戻ってきてるあの描写がですね、まあおそらくはこれミオンが去っていったところと、同じやなっていうふうに思って、これもその鬼魂編において見えたこの地図から見ると、水車小屋からミオンの方の家にね向かう、そういう道ってことで、大石はこの右側からねやってきていたっていうことになるので、その先家方面から見ていたね、その先家方面、つまりやっぱりこれは大石は怪異事件のことを開始事件のことを調べていた。
っていう風に見るのが、いいのかなという風に思って、開始事件の犯人が絶対どっかにいるはずやっていうことで、純粋にそういった連続、殺人について調べていて、今回なんか病気にかかってしまったみたいな感じで理科が犯人と思い込んでしまって、そのためにですね、まあ、行動しつつですね、その多分病気から来る凶暴性みたいな、そういうので暴走したっていう流れとして見るのが、いいのかなという風に思いましたね。なんかこうレナのパターンと近いものがなんかありますよね。なんか自分が内心に思っていてこれだけはって思ってる思いプラスなんか変な凶暴性みたいなね、そんな感じのことを思いました。この辺ね、リカちゃんに説明してほしいところでは、あるんですけど、まあ急ぐところでもないのかもしれませんね。はい、まああとはこれにかここの辺他のね要素に関しては、例えばまあ開始事件に関しては今回まだ出てきていないのでね、実際に動き出したらですね、ちょっと詰めていきたいなというふうに思っています。またねご意見ありましたらよろしくお願いします。はい。そんなわけでですね、まあ今回もね、これぐらいにしておこうかなというふうに、思うんですけども、いやーよかったですね今回ね、めっちゃ面白かったですね、なんかこう作品全体としてすごい面白い、回になったなというふうに、思いましたね。ある意味ここでね明かされたっていうところはね、絶妙の、バランスだったなっていうところで、そしてやっぱりこっからどう動くのかっていうのがね、予想できないし、予想できないけど、なんかこう考察する上においてはものすごく期待していたものをね、綺麗に返してもらってるというかね、そういう部分がね、ありましたので、自分はねこれからもね楽しくね追っていきたいなというふうに思いました。はい、皆さんもね一緒にまたね楽しんでいっていただければ、幸いだなというふうに思います、では終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。失礼します。